2015から2016年に専用ロッテマリーンズに在籍し、現在は韓国クトイズに入団が決まっている投手イデウンと熱愛中の女性ラッパートゥエディがスタイリッシュなファッションで視線を引きつけた。トゥエディは8日午後、ソウル市内で行われた m ネットの音楽番組、m カウントダウンのリハーサルに参加した。この日、 彼女はオーバーサイズのホワイトデニムジャケットとトレーニングパンツを着用し、ラフな雰囲気のスタイリングを完成した。インナーでタイトなホワイトトップスをマッチさせ、セクシー美をアピールした。